せーの。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は何をするかと申しますと、朝、寮に、俺の好きなとこどこっていうのを聞いてみたいと思います。イエーイ。どういうことって思うんですけど、なんていうの、もう、寮ちゃん。何もう、さっき撮り終わったんですけども、朝、寮にですね、好きなとこどこっていうのを寝起きで聞いてみて、それがすごく俺的には嬉しかったので、流しちゃいます。やめて。流しちゃうの。流しちゃうの。はい。というわけで、見ていただけたらと思うんですけども。見たい？みんな。見たい？ちょっと時間稼ぎしよう。見たいの？ほんと見たいの？やめなさい。見たい、見たい？時間稼ぎするのやめなさい。どうしようかな。爪でも切ろうかな。なんでだよ。はい、じゃあとりあえずやっていこうと思います。ひょうにょう。なんだよ、翔太郎。亮太郎。なんだよ、翔太郎。亮太郎。何？亮太郎。何？何？何？ああ、ダメ！はい。俺のさ、うん。俺のこと、うん。俺の好きなとこはどこ？翔太の好きなところ？全部。全部じゃなく、細かく分けて。なんだろう。かわいい。かっこいい。真面目。そうなの？うん。あと、しっかりしてる。あと、なんだっけな。美味しそうに食べる。気配りができる。うん。あとなんだろうね。肌がすべすべ。あと、そんなもん。うん。何よ、急に。何？じゃあ。俺が、りょうの好きなとこ聞こうか。あ、言おうか。言って何何うん。いいよ。切ってよ。何言って、はい、どうぞ。俺は、うん。そうだな。優しい。うん。優しいでしょ？うん。店員さんとかにも、うん。誰に対してとかでも優しくて知れるところ。うん。でしょ？うん。かっこいい。かっこいいよ。嘘つけ。ほんとだよ。かっこいいと思ってるんだ。嘘つけよ。好きな顔。欲しい。あくびしてても？何？あくびしてても、あくびしててもかっこいい。あとなんだろうな。何？二つしか混ぜてたね。味方でいてくれるところとか。味方？とか。うん。うん。あとは？ギューってしてくれるとことか。はい。ギュー。ギュー。ギュー。はい。寝癖くんが。なんで急にさ、うん、急に言う来るからでしょ。嫌いなとこは？嫌いなところ？うん。翔太の？うん。嫌いなところね。うん。真面目すぎるところ。真面目かな、俺。いや、真面目。なんかね、深く考えすぎるところがあるところ。なんかもっと楽観的に考えればいいのに、ポジティブに考えればいいのにっていう。まあ、どこ、うんうんうん。それくらいかな？うん。うん。俺、嫌いなとこないです。
おおおお裏切ったな。裏切ってない。左のとこ、うん、たくさんあるくせに。お風呂をその日に入らないとこ。いやもうほら朝から入るから大丈夫。朝から入るんだけど、その体で一緒に寝たくない。タオルぐわーって巻いて寝てほしい。やーの、それはやん。わかりました。うん、わかった？わからない。わかりません、うん、疲れてる時とかね、うん、それも寝たくなっちゃうんだもん。そうだね。うん、うん、まあ、許してくれよ。やっさん、すごい甘い匂いがする。すごい寝癖。寝癖ね。やばいやばい、セクシーになっちゃうカップが。うん、どうしたのよ。何もしてないよ。うん、じゃまた一緒に寝よ。寝ない。なんでよ。じゃあ俺寝まーす。寝ないでください。寝まーす。寝ないでください。寝ないでください。おにゃ起こして。いいよ。あああああえい。ああ、起こされた。今日何しようかな。美味しいご飯食べ行こう。うん、ごちそうさまです。いいよ。いいの。いいよ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 。いいよ。じゃあ高級、うん、回転寿司に行こう。高級回転寿司いいの。ごちそうさまです。ごちそうさまです。回らないお寿司屋さん連れてって。いいから、そういうのいいんです。そういうのいい。大丈夫大丈夫。終了。もう寝ます。寝ます。寝ます。おい、もう寝るよ。もう待った。お休みだからもう寝ます。つか、はい、んで。のおおい、危ない。おい、起きろよ。起きるの。起きろよ。起きたよ。おんぶして連れてってあげる。マジか。できる。腰やらないでよ。いやもうその体勢だめ。普通前のめりになるでしょ。なんでよ。普通前のめりになるでしょ。はいはい、足広げて。はいはい。いや、うお、すげえ。